はい、今回はですね、前回の中田英寿さんに続きまして、今回は香川真司選手について、まあ、ウィキペディアのね、情報になっちゃうんですけれども、こちらの方をね、参照しながら、まあ、私の個人的な印象だったりだとか、当時の思い出だとか、そういったものをね、ちょっと語っていきたいかなと思っております。まあ、早速ではあるんですけれども、香川真司、出身地が兵庫県神戸市で、今はセレッソ大阪所属になってますね。で、こちらの経歴なんですけれども、プロ入り、あとこっちも見た方がいいかな。1989年3月17日生まれ、34歳。あっという間ですね、本当に。で、身長175センチで体重が68キロ。まあ、身長で言うと中田英寿さんと同じなんですね。まあ、体重は、中田英寿さんより全然軽いですけれども。で、あとは、プロ入り前の情報を見ていくと、幼稚園の頃からもうサッカーしてて、小学校1年生から、1年生となって95年から地元の、マリナ FC に所属してたと。現、センアーの神戸っていうところですね。で、小学4年生では、神戸市の選抜メンバーに選出と。で、5年生になると、神戸 NK の監督から FC 宮城バルセロナ、宮城県の仙台市ですね。で、こちらはスペインの FC バルセロナとは全く関係がないってなってるんですけれども、まあそういうバルセロナがまたね、特に全盛期というか、特に輝かしかった時代でもあるので、そういうところからもしかしたら名前取ったのかもしれないですね。で、そこへのサッカー留学進められたと。で、宮城県時代というか、神戸から、兵庫から宮城ってなかなかですよね、そこから中学生が飛ぶっていうのは。で、中学校、入学と同時にサッカー留学を果たしたと。で、仙台市立の八乙女中学校に通いながら、宮城バルセロナのジュニアユースに所属し練習を励んだと。で、最初の半年はホームステイ。すごいですね。で、その後は祖母と2人暮らし。そっちに住んでたのかな、もしかして。この祖父母の方がもしかすると。で、この時ナショナルトレセンやアンダー15日本代表にも選出されたと。まあ、やっぱりこの時からもう代表になるような選手であったんですね。で、中3の時にはゴールキーパーの獲得を目的に、宮城バルセロナユースに所属していた丹野健太を視察しに来たセレッソ大阪のスカウト担当者に見出された。あ、他の選手見に来たんだけど、目に留まっちゃったっていう、なんかアイドルのあれみたいですね。友達のなんだろう、オーディションに付き添いできたらそっちの子注目されちゃったみたいな。で、2004年には、宮城県の黒川高等学校土木科に進学し、1年生の時には日本クラブユースサッカー選手権アンダー18大会に出場したと。高校1年生の時というのは、まあ、飛び級ですよね。で、全く無名だったセレッソ大阪に無名だったが、セレッソ大阪に早く練習に呼ばれたと。で、2005年には2年生の時ですね、アンダー18東北代表に飛び級で選出、仙台カップ国際ユース大会にボランチとして出場した。若い頃ってトップ下とかセカンドトップぐらいのイメージがあったんですけど、この時実はすでにもうボランチやってたんですね、今のような。で、じわじわと全国のスカウト関係者に名が知られるようになったと。で、こっからセレスプロになった時って、プロになりましたね、セレス大阪。で、FC 東京からもオファーあったんですね。で、考えたけど一番最初に仕掛けたセレッソのスカウト担当者であり、中学生から継続して気にかけたこと、そこ長いですね。で、あとセレッソの本拠地が大阪、地元兵庫に近かったこともあって、セレッソ大阪と仮契約を交わしたと。で、2006年に、加入し、同クラブと業務提携したウィザス高等学校通信制に転校した。ユースだから、まあそういう風になってきますよね。で、同期加入の選手には、セレッソのアンダー18がトップチームに昇格した柿谷陽一郎がいると。で、J クラブ直属の育成組織に所属してない選手が、高校卒業を待たずにプロ入りしたのは前例がなかった。まあ、この頃からもうちょっと規格外ではあったんですね。で、この頃ただセレッソは、降格してしまうんですね、J2 に。で、2007年シーズン当初は練習ではなんと左サイドバック。紅白戦では出場すら叶わなかったが、シーズン途中に就任した当時の監督のレビー・クルピ。この人が来て立て直したっていうイメージありますよね。なんか他にも乾選手や清武選手を発掘したっていうような、そういう印象があります。で、そこで実力を見出されて、攻撃的ミッドフィルダーとしてレギュラーの座を獲得と。で、当時ボランチでのプレーを希望していた香川の思いを伝えたクルピ監督は、ベテランになったらいつでもボランチに戻ったらいい。今は前線でチャレンジしなさい。それが明るい未来につながっていくんだ。まさに今ですよね。この通りの
まあ、筋書きになったというか、でそういう風に伝えたと。でリーグ戦35試合出場し5得点9アシスト、すごいですね高校生で。でカナダで、開催されたアンダー20ワールドカップにも飛び級で選出、2試合に選出したと。でただねその時 FIFA に提出したメンバー表ではディフェンダーとして登録されていた。いやこれは知らなかったですね。もう若い頃からバリバリの攻撃的ミッドフィルダーと思ってました。でここでもまあいろいろあるんですけれども、アンダー23にも飛び級で出たけど、まあ当平成生まれの選手は史上初、全国的な知名度は全くなかったためサプライズ招集だったと。でリーグ戦で35試合出場で、16得点10アシスト、いやとんでもないですね。でセレッソで、ね、伝統である、まあ、森島選手が着した8番を、切るようになって、乾貴士を筆頭に海洋マルチネスといった選手とのコンビネーションでゴールを量産、でしかもハットトリックも達成したと。でこの年はリーグ戦では27得点16アシスト。まあこれはちょっとスカウトマンがね黙ってはいないですよね。ただここでねちょっと海外のクラブチームからも注目されたっていうのはびっくりですよね。でここで、ボルシア・ドルトムントっていうところで2010年ですね。で育成保証金35万ユーロ、約4000万、たった4000万でブンデスリーガのボルシア・ドルトムントに移籍した。信じられないですよ、4000万で移籍した選手があんな活躍をするっていうのは。で2009年12月に、ホームの試合に招待された加賀8万を超える観衆を送る大声援に感激し、早い段階でドルトムントに加入を希望したっていう。なるほどなるほど。でここでデビューしてて、そっか、当時ヨーロッパリーグのプレーオフ第1戦で、出場したんですね。でここで早くも2得点上げると。でさらには見ていくと、シャルケとのルールダービーね、で僕が2点取って2対0で勝つとの公約通り2得点を上げ、キッカーシビルとして最高評価点1を獲得と。この時こんな有言実行したってのもまたすごいですね。しかもまだチームに加入して間もない選手ですからね。でこれもまあいろいろ見ていくんですけれども、ちょっと長くなっちゃうんで飛ばしちゃいますね。でさらには、バイエルンミュンヘン戦ではマリオ・ゲッツの決勝点をアシスト。で一方自身初出場となったチャンピオンズリーグですね。でアーセナル戦、なんとアーセナル戦で同大会初得点を挙げたが、まあ、チームはグループリーグ再開で敗退してしまったと。でさらに見ていくと、この活躍が評価され、キッカー氏の欧州月間ベストイレブンにも選ばれた。今の選手でもなかなか選ばれないですからね。でこの年もまあ活躍活躍で、ここでは結構細かいね、活躍が載ってるんですけれども、後でね数字のスコアなんだろう、得点だとか出場シェイスだとかそっちも見ていくんで、そこでねそのあたりをちょっと言及したいと思います。でドルトムント時代の活躍もあって、あ忘れてましたけど、ブンデスリーガの年間ベストイレブンですね、ビルト氏が選んだにも選ばれて、その活躍もあってユナイテッドに入ると。で当時レアルマドリードやアーセナルも積極を動いており、ジョゼモーリーニュ、アーセンベンゲルが直接オファーを送る中、イングランドプレミアリーグ屈指の名門マンチェスターユナイテッド FC の、ファーガソンに、昨シーズンのドイツ杯決勝へ自ら視察に訪れた際、上記の2冠達成の原動力となった活躍を間近で認め、構想に入れるため活躍に乗り出したと。でこれね、私当時というか後になってなんかインタビューとかなんか特集で見たやつだと、この時のユナイテッドってチャンピオンズリーグで、バルセロナにボコボコにされちゃったんですよね、香川選手が入る少し前で。その時にルーニーがもう、なんだろう、当時のイングランドサッカーってやっぱりまだまだ縦ポンの時代だったんで、でもうやっぱりちゃんとつないでいかないとこのレベルのチームに勝てないみたいな。でファーガソンもそれをやっぱり危惧してて、2人でそういう話し合いしたっていうような記事見たことあるんですよ。でこれからはそうやってつなげる選手を取っていかないとっていうところで、その後真っ先に白羽の矢が立ったのが香川選手だったんですよね。なのでファーガソンとしては多分チームをそういう縦ポンからしっかりつないでいくというか、もうちょっとインテリジェンスの高いサッカーに、まあ、切り替えていこうっていう意図があったと思うんですよね。ただ同時に多分ファーガソンの意図じゃなかったのかな、ファンペルシーがなんと入ってきてしまったんで、まあ、あの得点力ですし、結局それで縦ポンになっちゃったんですよね。ファーガソンが望んでたか望んでないか分かんないですけども、多分なんか記事を見る限りあんま望んでた獲得じゃなくて、クラブ先行で取ってきたような印象でした。なので結局縦ポンサッカーになっちゃったんで、
まあそれで移行できなかった。でしかもファーガソン自体ももう引退っていうことで、でモイーズ監督がその後ね、まさに縦ボンサッカーの大申し子だったんで、今とはまた全然違かったんですよ、モイーズ監督も。なので余計に出番もなくなってしまってみたいな。まあそれでもファーガソンがいた時にはね、アジア人選手初となるハットトリックを達成しました。でリーグ戦20試合で6ゴール4アシストと、まあ最初の初年度としてはまずまずの活躍をしたと。あ、初年度というか2年目かな、忘れ、この辺ちょっと鈴見さん曖昧ですけど、まあまずまず1シーズンで活躍したってところですね。まあこの6ゴールっていうのは三笘選手がね、昨シーズン塗り替えてくれました。でこのモイーズ体制になってからがダメですね。まああとは肉体改造をちょっと失敗したんじゃないかとか、まああとは怪我もね結構絶えなかったりとかもあったんで、で12月なんだこれ、呼吸困難を訴え救急車を自宅に呼び胃の洗浄を行う処置をされるなど不運が続くと。あーなるほど。まああとはモイーズになってからね出番も減っていって、まあ結局ねマンチェスターユナイテッドを去ることになり、ドルトムント復帰となりますと。でこの頃のドルトムントだとまだクロップが指揮を取ってたんですけれども、ただ結構ドルトムントもねちょっと佳境を迎えてたというか、まあその中でも結構奮闘はするんですけれども、クロップ監督自体もなかなかうまくいかなくて、チャンピオンズリーグの権利も逃しちゃうんですよね。確かシーズン5位とか6位ぐらいだったじゃないかな、ということもあって、で監督も辞めちゃって、でその後トゥーフェルになってみたいないうことだったんですけど、トゥヘルの元では割とボランチだったかな、もうその時、インサイドハーフで活躍しているような印象があります。で、ここら辺では、まあ、今一気にすみません、いろいろ飛ばしちゃいましたけれども、まあ、徐々にねやっぱり出番もドルトムント第二次政権からはなくなっていって、最初は良かったんですけれどもね。でそこから、ベシクタシュ、確かここはトルコだったかなに移籍したんですけれども、半年のレンタルですね。ただここでもねなかなかちょっと活躍は難しくて、序盤は良かったんですけどもね。で、あとフリーキックでもゴールを決めたと。あんまり得意ではないんですけれども、キックとかと、まあ、本人も言ってましたし、今野選手と、ね、遠藤選手のインタビューでも、シンジはうまいんだけどキックだけがなみたいなっていうのをなんかね番組で見た記憶があります。キックだけは下手くそだみたいな。全然試合中はねそんな風に見えないんですけれども、まあ動きの流れ、そういう流れの中で出すパスはうまくいくけど、要は止まった状態でちょっと長いパスとか、まあ、あとフリーキックのシーンだとちょっと精度が落ちるから、なのでコーナーキックもなかなか任せてもらえなかったんですよね。人手がいない時は全然蹴ってましたけれども。であとレアルサラゴサに行ってからは結構出場、なんだろう、試合の出場回数自体は増えてったんですよね。ただ途中出場とかは確か多くて、先発自体は多分ね5、6試合とかそんなぐらいだった気がするんですよね。なのでこのドルトムントの終盤からこのトルコぐらいにかけて、で現在にかけてかな、にかけてなかなかフルシーズンで戦えてない。で今セレッソに戻ってきたんで、まあこの1年どうなるかってとこだと思うんですよね。でその後はあとギリシャにも行きましたね、パオク。ただここでも、2021-22 シーズンであるリーグ戦わずか1試合に出場で、つい最近だとまあシントトロイデンに行って、ただシントトロイデンでも出場試合自体はそこまでというか、怪我がやっぱりね、足首の怪我っていうのが慢性化してて、具体的にどういった怪我かわからないんですけども、まあこれだけ慢性化して、しかも離脱期間が長いんで、まあもう相当なものなんじゃないかなって。実はで現在はセレッソ大阪に復帰したと。でもう早速ね得点も決めたりとかして、チームのねやっぱり中心的選手、まあ中心的存在になりつつあるので、この辺やっぱり楽しみですよね。でここから個人成績の方を見ていくんですけれども、最初のセレッソの頃はここでは 1,2,3,5 シーズン一応いたことになるんですかね。5シーズンっていうか、もう4シーズンぐらいかな。あでも区切るからまあ 2,3 シーズンとくかな。でここでは、得点がリーグ戦ここですね、27得点という化け物数字を残しますと。で翌シーズンは7得点で、多分この途中から移籍ですね。でドルトムントの1年目で、いきなりもう8得点あげます。で2シーズン目ではなんと13得点。まあ攻撃的ミッドフィルダーでこの数字は相当ですよね。なのでこの時にまあなんだろう、年間 MVP とかそういうところに輝いてきたと。でこの時は出場試合自体も1年目は18で終わっちゃいましたけれども、シーズン目は31試合
まあ、30試合オーバーしたんで、まあ、しっかり稼働してたなと。でユナイテッドに行ってからは1シーズン目で見事ね6得点、ここでハットトリックも成し遂げます、アジア人初の。でただここではねリーグ戦は20試合にとどまると。で翌シーズンもね出るんですけど、なんと0得点で出場自体は18試合と、まあちょっとここで厳しくなってきて、次の3シーズン目でもうここで 0-0 ってなっちゃいますね。っていうかここの時はモイーズの時かな。でもう出番をなくすと。でドイツに戻ってきてからは、初年度で、5得点、次はもう9得点と。で試合も28試合29試合とまあまあな数字を残してます。でここでは、さらに17、18では19試合で5得点、ちょっともう試合出場がねだいぶ出場数が減ってきてると。でさらにトルコではまあ序盤良くて4得点上げたけど、まあ、14試合、まあ半年のレンタル期間でしたし、その中ではまずまずと。でスペインで31試合出るんですけれども、ただここは私の記憶ではあまり先発では出てなかったというか、出場、試合時間自体は結構短かったかなと思います。でここのギリシャというところではわずか5試合で、ベルギーでも6試合12試合というところで、だいぶねフルシーズン戦えてない時期が続いてるんですよね、数年間。なのでセレッソに今移ってどれぐらいね稼働できるかっていうのがすごい気になるところで、まああと医療設備だとかそういうバックアップ体制はかなりいいと思うんですよね、海外にいた頃より。当然言葉の問題だとか周りの環境だとかいろいろ融通も効くんで、もしかしたらちょっと怪我の具合とかそういったのもなんか少しはちょっと良好になっていくんじゃないかなっていうふうに個人的にはね見てるんですけれども、ただ慢性化してるっていうことなんでね、そこは今シーズンも課題になってくるのではないかなと思います。あとはこれね、プレイスタイルのね紹介とかなんですけれども、スペイン紙のスポルトかな、でミスリンスタッドさんっていう方がね、両利きのウスマン・デンベルと同等の才能を香川に対して買っており、デンベルは私自身本当に特別な選手と感じた、それは信じ香川についてもらうと。我々は彼について計10回視察したが誰も彼を捕まえることはできず、一つの動きでゲーム全体の流れを変えることができたのだからと同志で語ったとなっております。で、代表の時のあれも触れてますね。まあ、トップ下には本田圭佑選手とかもいたんで、まあ、それで左サイドハーフでの起用になったけど、ここではね、やっぱりちょっとね、当然ドリブラーではないんで、あの密集地帯とかがね、そういう一瞬の抜け出しとか、そういうところでのドリブルだとか、一瞬かわすっていうような動きは素晴らしいんですけれども、ちょっと左インサイドハーフのように距離が求められるようなドリブル。っていうのはなかなか厳しかったですし、またシュート力がね決してキック力とかがあるわけでもなかったんで、カットインからのシュートとかそういったのもあんまり強くはなかったんで、かなりねポジションとしては不適合だったのかなと思ってます。でトゥヘル監督も、インサイドハーフで起用したけど、また香川を起用した多くの監督が彼のポテンシャルを最大限に発揮できるポジションはトップ下ではなくセカンドトップ、シャドーストライクと発言しているとなっております。まあこの辺ねどうしてもポジションが限定される選手って印象ありましたけれども、まあ、やっぱり最初のね出会った頃のクルピ監督とかが将来的にボランチやればいいって言ってたように、まあもともと香川選手もねボランチを希望してたっていうこともあって、まあしっかり若い頃シャドウを務めて、ただちょっとボランチに行くのは、ね、早すぎましたよね、怪我とかそういった具合もありますけれども、ただユーティリティ性がかなり求められてる時代でもありました、求められ始めてるようなね時代でもあったんで、そこは仕方ないのかなと思うんですけれども、もうちょっとね怪我とかさえなければ、まあ、シャドウのポジションとかトップ下で、もっと生き生きとした、ね、動きを見てたんじゃないかなとは思うんですけどもね。ただ今のボランチっていうのは妥協してとかではなくて、まあ、当時から自分自身希望してたもの、でさらには恩師からの助言もあったっていうところだったので、今はね非常にそういったところでは充実してるのかなと思います。まあ、ウィキペディア情報をねざっくりと、まあ、見てただ話すだけだったんですけれども、いかがでしたでしょうか。で今後もねまたちょっとこういったものをね誰か紹介していきたいと思いますので、チェックしてもらえると嬉しいです。気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価コメントよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。